はい、なぜ歩き方に力を入れているのか教えてください。はい、ですね、動物の中で、2本の足で直立して歩くのは人間だけなんですね。つまり歩きというのはですね、人間がこう移動することの基本なんですね。その基本、運動の基本っていうのは歩き、この歩きにですね、歪みがあったりそうしたりするとですね、他の運動にも多大な影響を及ぼすわけです。まして武道のようにですね、相手との間合いをですね、緻密に測りながら体を移動させなきゃいけないということになりますとですね、それはですね、運動の姿勢がですね、呼吸ですとか、自律神経ですとか、心ですとか、さまざまなことに影響を与えるんですね。そういう意味ではですね、歩きというのは健康の基本かもしれません。しかしながらですね、人間は大脳という大きな、コンピューターを持っているのでですね、非常に、歩きにも視覚視野から入ったイメージからですね、癖がつきやすいです。その癖をですね、どういうふうに、削っていくのか、これは一種の武道のテーマでもあります。自然体を追求することにとても大切なテーマなんですね。以上です。はい。